上空曇り空、横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツの一戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。大勢のお客さんが詰めかけています。小宮山さん、このファンの歓声というのは試合中でも聞こえるものなんですか？割と冷静に投げてる時はしっかりと耳には届いてましたね。そのファンの声援を受けて今試合がスタートしています。さあ、そして打席には倉本が入ります。さあ、得点圏には同点のランナーを置いています。序盤に追いついてくれるとピッチャーは気持ちが楽になりますからね。なるほど、そうですね。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。これが2球目。外のボール打っていった。ホームに送球、センター前ヒット。さあ、チャンスを広げていきます。ちゃんとつながったんで、ここが大事ですね。初球から打っていった。フェアか、深いところフェアになった。逆転のランナーも三塁を回った。二塁へ送球する。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。ベイスターズ逆転しました。2対1になりました。1点ビハインドから一気に逆転しました。 DeNA ベイスターズが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。里崎さん、緊張感のあるゲーム展開の中で勝ち切れたというのはどのあたりがポイントだったんでしょうか？まあ、回ってきたチャンスをしっかりものにできたことでしょうね。今日は本当に集中してたと思いますね。そうですね、非常に高い集中力の中見事勝利を収めています。勝った DeNA ベイスターズ、接戦をものにしました。一方のジャイアンツですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで横浜スタジアムから失礼いたします。本日は最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございました。お帰りの際にはどちら様も落とし物、お忘れ物などございませんよう、お足元には十分お気をつけてお帰りくださいませ。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。